この研修は医師の指示を待たずに一部の医療行為、いわゆる特定行為を担える看護師を養成するものです。熊本市中央区の熊本医療センターには10人の研修生が揃い、代表して三本伊吹さんが決意を表明しました。患者のニーズを正しく捉え、医師が不在の場合でも包括的な指示のもとタイムリーな看護実践を行うことができたら、患者にとっての最善の看護につながるのではないかと思い、看護師特定行為研修の受講を決意いたしました。熊本医療センターは県外の病院や訪問看護師からも研修生を受け入れています。この研修はそれぞれの仕事と並行しながら7ヶ月間行われます。